あの星や雲の動き、映像の特撮みたいだ。奴は俺の投げた森をかわした。あの時は多分無意識だった。どこだ、動いている。どこかはわからないが短い、時を止める時間が。まずい。ところで丈太郎さん、俺は全力であなたのお嬢さんを守ります。こんな時になんだが、許してくれるだけでいいんだ。崩壊しそうな俺の心の底を今の俺には必要なんだ。アナスイ、集まった方がいい。あいつは私たちを見逃すつもりはない。あいつが狙っているのは決着。みんな、いいか、聞くんだ。追い詰められてるように見えるが、時速10キロで走るやつが我々には新幹線くらいの速さに感じるってこと。私の能力が数秒だけ時を止められることを知ってるからだ。どこだ、奴はどこだ。テーブルの下で何かが動いた。ヤシの木、葉の中に。今のあの神父に対抗できるのは奴が私の射程に入った時だけだというのに。そしてこれはお前たちを始末するための能力ではないし。拳銃の幽霊。ダメだエンポリオン。このまま湿地帯へ移動するんだ。オーシャンに出ろ。その瞬間、時を止めてあの野郎をあんたがやるんだ。何するって、よくわからない。何を言っているのか。この距離なら全員の体内に同時に入れている。無理だ。奴の次の攻撃は絶対致命傷が来るかもな、とか言ったりしていいわ。いるぞ。すでにあの岩の上にいる。エンポリオン。まだだ丈太郎さん、まだ時を止めてはダメだ。東の空が明るいぞ。世界中の鳥類は普通に飛行しています。昆虫や蝶も同様です。これは時間が加速しているとしか言いようがないではないか。どうすりゃいいんだ。はい、もしもし。覚悟を決めろ。ストーンフリーキッス。掴んだ。くらえ、ブッチス。停止している間に全てを叩き込まなくては。あと3秒。神父はすでに空中へ投げていた。かつてディオがやったように。ジョースター家は血統ゆえに。私はお前にとって母親の仇だからな、エンポリオン。逃れられると思うのか。そしてプッチ神父、このスピード、このイルカにすぐに追いつけるだろうが、しかも溺れる前に岸まで戻らなくてはならない距離。エルメスが神父を攻撃してくれたから、ロープを伸ばしてイルカを捕まえる間ができた。神父は私の中のジョースターの位置を感じ取ってるわ。あんたを逃がすのはアナスイであり、エルメスであり。ヤツは疲労する。お姉さん、また夜だ。なんだ、さらに時が加速しているぞ。夜なの？今は何年の？何月何日なの？うわ、お前ら、なんでこんなところで裸になっているんだ！こ
この場所は知っている。